大家好，我是现在在中国留学的日本留学生。こんにちは。僕は今中国で留学している、荒木と申します。で、僕は、今年の2020年9月から、上海の上海交通大学という大学の、大学院生として、入学しました。で、今日がですね、その入学して初めての、授業を受けられる日なので、少し Vlog という形で、動画を撮ってみたいと思います。なんでこの Vlog を始めようかなと思ったというと、僕中国留学したいなっていろいろ情報を集めた時に、中国の、留学、特に大学院留学とか理系の留学とかって、僕理系で、留学するんですけど、専門は、コンピュータサイエンスで、僕みたいなこういう理系で大学院で中国で留学するっていう人がなかなかネットで見つからなかったんですよ。なのですごい情報収集っていうのがすごい大変だったので、日本語でやるのは。なので少しでもそういう人が他にいたら、役に立てればなと思ってちょっと始めようと思いました。はい、まずですね、ここは上海交通大学の、民阪キャンパスという都心じゃない方のキャンパスですね。ただですね、もうものすごく広くて、全然もう僕の日本で通ってた大学とかと比にならないレベルで広いですね。もう長方形のキャンパスで、その長方形の長辺の、一辺を歩くのにもう40分ぐらいかかるみたいな、そんな規模の、大学のキャンパスになっています。もう中では電動バイクとかチャリで移動する人が多くて、なんだったらもう結構デカめの校内専用バスとかもあるんですね。ものすごく広くて、なかなか大学入ってから教室に、行くのもなかなか大変です。今も門入ってから歩いてるんですけど、多分25分ぐらいかかると思います。でもこんな感じでかなり、綺麗なキャンパスですね。こんななんか外国の絵に描いたようなキャンパスライフを、自分が送ることになるとは思ってなかったんですけど、はい。でちなみに僕の今の中国語レベルはというと、HSK は5級しかないです。で、なんか上海交通大学の、大学院の基準が、HSK 5級の、200点以上だったんですよね。これも、もしかしたらもう少し中国語とか中国文化寄りの学科だったらもう少し要求が高いかもしれないですけど、僕の理系の学部に関しては200点で大丈夫でした。正直大学院留学するのにこのレベルでいいのかなと思ってたんですけど、ちょっとそれに関しては、これから今日今そのこの足で授業を受けに行くんですけど、それを見てみてどれぐらいついていけるかっていうのをちょっと見てみたいかなと思います。なかなかもう僕初めての語学留学以外では初めての留学なんで結構緊張するんですけど、どうなんですかね。今から受けに行く授業は、G1 複雑性という授業で、計算複雑性っていう、なかなか難しそうな授業なんですけど、この授業を僕取るつもりはないんですけど、とりあえず中国語で理系の授業を受けるのってどんな感じなんだろうみたいなのを確かめるために、今行っています。いやー、なかなか本当に綺麗なキャンパスですね。はい、じゃあ、次は教室に着いたところからまた撮影を再開したいと思います。今この辺が学生の寮のところなんですけど、中国の大学って基本的には、全寮なんですよね。寮に入らなくても一応いいと思うんですよ。基本的に中国の学生っていうのは、大学内に、住むのが一般的です。で、大体ですね、その住んでる部屋とかも4人部屋とかも6人部屋とか結構な大人数で住んでるらしいんですよね。日本じゃあんま考えられないですけど、中国いろいろいろんなとこから来てるし、お金ないとこからも来てる人多いと思うんで、こういう学内寮に住むのが普通みたいな感じ
です。で、まあ、上海人とか、まあ、上海に実家がある人とかだったら、まあ、直接通ってもいいんですけども、やっぱり僕の知り合いだともう学内に住んでる人とかが多いですね。で、なんだ、そうだ、中国のその授業、大学の授業って結構早めで始まることも多いんですよ。もう8時とか8時半とかだから、まあやっぱりその、まあ、日本だったら割と1時間以内の通勤、通学時間とかのが一般的じゃないですか。でも中国は割とこう学校だったり会社の近くに住むっていうのがなんとなくこうスタンダードな感じがしますね。やっぱこのそれだけ大学の勉強が忙しいのかなと思います。僕はちなみに学内には住んでなくて、まあ、結構通学には1時間ぐらいかかるんですけど、まあ、こういうのが中国人の一般的な学生という感じですね。あ、ちなみに、まあ、今2020年の9月でなんで僕中国にいるのって話なんですけど、まあ、今大部分の人が中国に来られない、中国留学したくてももう入れないみたいな状況だと思うんですけど、僕に関しては、この1年間すでに上海で語学留学をもう始めていました。で、1月に一旦中国から日本に戻ったんですけど、まあその時は中国が結構やばい時で、でその後に、まあ、日本も少しずつやばくなってきたところで、なんか中国がなんかそろそろ国境を閉めちゃいそうだなって中東と雰囲気が出てきたところで、これはやばいと思って3月の上旬に、無理やり戻ってきました。でその時戻ってきた時は、2週間ホテルで隔離を受けました。ただあの幸運なことに僕が隔離された時はまだ自分で費用を払わなくていい時だったので、まあ、あのホテル滞在費、ご飯代すべて、中国のそのまあ、多分上海政府の負担で、やることができました。そんな感じで、まあ、特に今この時期中国に留学したい、まあ、もしくはもうすでに入学してるけどビザが下りなくて中国に入れないって人のために、こういう Vlog をちょっと役立てていただきたいなと思います。まあ、いろいろ撮るのまだまだ慣れてて不慣れなので、至らない点があると思いますが、もしなんか撮ってほしいリクエストとか、まあ、こういうことを知りたいとかそういう情報があったらバシバシコメント欄に、書いてくれると僕も、それをやってみようかなと思います。今まだまだ授業がある建物に向かってる最中なんですけど、本当に広くて遠いですね。でだんだんとこれから授業に向かっている学生たちが見えてきましたね。もうなかなか本当に綺麗なところで、まあ、学生たちもすごいやっぱり中国のトップの大学なんで、なかなかもう凛々しい顔立ちというか面構えをしていますね。まあ僕の感覚ですけどね。そろそろここかな、この建物ですね。やっぱ授業ごとに建物も違うみたいで、結構授業間の移動っていうのがもしかしたら時間がない時が結構あるかもしれませんね。学生多いですね。今これ3限なんですけど、まあ、3限って言っても日本とはちょっと違くて、まあ、10時からなんですけど、まあ、結構人が多いですね。まあ、僕幸運なことに8時からとかそういうめちゃくちゃ早い授業は今のところないんで、まあ、もしこれ取るとしたら、まあ一番早くて10時って形になりますね。まあそれぐらいじゃないとやってらんないですよね。なんか授業の建物についたらこんなモニターがありましたね。どこの建物のどこの教室でどの授業があるかっていうのが、まあ、一応一覧でこうやってモニターで確認できるようになってます。まあ、これ僕が日本の大学に通ってた時はこういうのなかったですね。すごい便利ですね。教室の方に着きました。ですね、結構学生静かにしていますね。で一応まあこんな感じのでかい机に立って、まあ、結構日本の授業と同じような感じではあると思います。まだ始まってないんですけど、
パッと見た感じ、学生はみんなパソコンやら iPad やらを持って、授業に出てるって感じですね。はい、第1回の授業をちょっと聞き終わりました。感想としては、まあ結構教授の声が小さかったんで、ちょっと聞き取るためにはもう少し前の席に座らないといけないなって思ったのと、あとはまあ言語の問題というよりは割と内容が自分に合ってるかどうかっていうの方が重要だなと思いました。やっぱりその専門的な言葉なんで、まあ、例え日本語でも多分全然わからない内容の授業とかを受けたら全然わからないことが多い。逆にその外国語でも自分がある程度理解がある分野だったら割とこうわからない単語とかをスルーできるし、ある程度推測することもできるので、まあ、大事なのは割と言語というよりこの、あれですね、授業の内容かなと思いました。あとすごい面白かったのが、この授業は中国語でやる授業なんですけど、パワーポイントは全て英語で書かれてました。なんかいろいろなんかこう文章だとかもう計算式とかそういうもう全部英語でしたね。高等大学授業によってはもう完全に英語でやるものも結構あるんですけど、まあ、これはその中国語でやる授業だったんですよ。でもこういう、まあ、結構みんな英語ができるからか分かんないですけど、もうパワーポイントは全部英語で書いてあったんで、まあ、僕とか外国人にとっては、まあ、割とやりやすいかなと思いました。逆に言うとその中国人のこの現地の学生たちはまあ英語でパワーポイント書かれてるんで結構大変なんじゃないかなと思うんですけど、さすがそこは交通大学の学生ってことで、みんな全然英語平気でやっていけるんですかね、わかんないですけど、まあ、とりあえずそんな感じでした。で、まあ、数学なんで割と世界共通な感じの授業なので、まあ、分からないことがあればまずはそのパワーポイントがそもそも英語で書かれているんで、英語を検索してそこから日本語にたどり着くこともできるんで、割とまあ授業自体はまあ聞き取れないことあってもおそらく自分で授業後に調べて、まあ英語なり日本語なりで自分で学習することも結構できるんじゃないかなっていうのが感想でした。まあでもおそらくこの授業はちょっと数学っぽすぎたので僕は取らないですけど、まあ、割とこんな感じで、自分に合った授業を見つけられたら割、そこまで、難しくないのかなと思いました。これからご飯を食べに行きます。やっぱ広いキャンパスなので、何個かその食堂があるんですけど、僕はさっきの受けた授業のところから一番近いところに行ってます。こんな感じで食堂というかただのレストランみたいなのも結構ありますね。今の時間は12時ちょうどぐらいで、授業が終わったのが11時40分。多分今の時間ぐらいはかなり食堂は学生で混んでるんじゃないかなと思います。あ、ここはあれですね、プリント屋ですね。中国は割とプリントするのがなんかこう日本よりもなんかその家庭に1台とかそういう風に置いてない気がするんですよね。なんかプリントすることがあればこういうプリント屋に行ってプリントするみたいな感じで、まあ、僕もビザの、資料とかは、まあ、こういう、まあ、街中にあるんでこういう店に行ってやってもらいます。なんか日本だとコンビニでネットプリントとかできるんですけど、まあ、それはできないみたいですね。やっぱりコンビニに関しては日本はやっぱものすごく便利なので、まあ、そこに関しては、まあ、中国来て少し不便だなって感じることはあります。まあ、ただ、まあ、そもそも日本よりも紙を使うことが少なくなったんで、まあたまにそのプリント屋行って、プリントするぐらいで全然大丈夫なので、まあ、そういう意味では今のところそこまで不便はないですけど、ちなみに1回プリントするのにだいたい7円ぐらいですかね。それぐらい7円8円ぐらいでしたね。ここは第二食堂っていうところですね。まあ、でかいですね。食堂だけでこんなに広い敷地を取ってて、まあ、たくさんの学生を収容できるみたいな感じだと思います。入っていきたいと思います。あ、ちなみに多分食堂はそのキャンパスカードに、アリペイとかでお金をチャージしてそれでタッチして決済するみたいな感じです。あ、ここはあれですね、洋食のエリアですね。あ、結構
中国の食堂とかって本当に中華料理ばっかりかと思ったんですけど、こういうふうに洋食もあるんだったら結構、割と外国人にとっても食べやすいものがいっぱいあるんじゃないですかね。这个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 
なんか割とここの食堂空いてますね。人気がないんでしょうか。あれ、なんか洋食かと思ったらがっつり中華料理っぽいですけど、まあいいか。啊，我要吃这个。然后，那边吃蔬菜啊。蔬菜可以加多少？加一点。加一点。就够了。啊。消费卡吗？这个。这个啊。ご飯はお弁当形式でくれましたね。なんかそのまま、まあ、自分の研究室とか行って食べれるようにしてくれる仕様なんですね。かなりこれはこれで結構嬉しいですね。全部同じところにあのご飯もあの突っ込まれちゃったんですけど、全然いいと思います。ちなみにこれ17元でしたね。17元だとすると ×16 してるから、まあ、いくらちょっとわかんない、はい、こんな感じですね。うん、美味しそうですね。じゃあこれからちょっと食べていきたいと思います。